はい、10時45分になりました。ゲストをお迎えしています。はい、楽天証券経済研究所コモディティアナリスト吉田悟さんにおいでいただきました。はい、吉田さんよろしくお願いします。お願いします。吉田さん、まあ、あのデリバティブフォーカス、はい、今年最初のご出演、はい、ということになりますけれども、はい、まあ、その24年という年に向けて、はい、うん、もう少しこう息の長い話をしていただこうかと思います。はい、特に今年は新NISAが1月からスタート、うん、ということですから、はい、まあ、新しい投資家の方もおそらくは入っていらっしゃって、はい、マーケットを見ているという、うん、そんな時期なんじゃないかと思いますので、はい、まあ、そういう方に向けてですね、はい、ちょっとこう心構えみたいなものを、はい、お話しいただけるといいかなと思うんですが、はいはい、あのやっぱりその新しい方々がこう入ってきつつあると、まあ、そういう、 こう、はい、節目のタイミングにありますので、これまで の、 その投資に対する考え方というのが、少しこう通じにくくなってきているという部分が一部あるのでですね、はい、その件についてですね、今日は少しあのお話をさせていただければと思っております。はい、で、まあ、皆さんというかこう世間のこう共通の話題ということでですね、まずは一つテーマを持ってきたんですけれども、はい、うん、よくそのセンター試験の時に雪が降るっていう話ってお聞きになることがあって、そうですよね、あのニュースで必ず取り上げられる、はい、そうですね、だから頭にこう染み付いてますけれども、はい、まあ、そういうもんだっていう感じ、うん、そうですそうです、はい、確かにそういうもんだという、まあ、そういう感じはあると思うんですよね。で実際にその先週のですね金曜日においても、あの雪が降るっていうふうなニュースが出てきまして、でそうでした、やっぱり毎年降るんだねっていう話はこう、まあ、あの湧いたわけなんですけれども、こちらの通りにですねよく見ていきますと、うん、あのこれはですねあのその共通テストが行われた日にどれくらい雪が降ったんですかということを1961年から78年、はい、あとは79年から2001年、はい、2002年から2024年この3つの期間に分けて、札幌からですね福岡までの9つの地域において、どれくらい雪降ったんですかということをこう見ているんですね。で本当にじゃあそのセンター試験ですね、今でいうとですねその大学入学の共通テストなんですけれども、この時に雪が降るんですかということをこうデータで、まあそのまあ、見てみようと思ったんですね。そで見ていきますと確かにですねその札幌であったりですね、新潟というのは、まあ、毎年降っているということでですね、これ降るんですけれども、あの仙台であったりですね、島根、ですね松江であったりですね、名古屋については、まあ、降らなくなってきているんですね。ああそうなんですね。はい、これ仙台はですね、この括弧1の期間においては 44% 雪が降ってましたので、まあ、10年に4回は、ね、降っていたんですね。うん、しかし最近はこう、まあ、17% ということで、まあ、降りづらくなっているわけです。うん、ですので日本全体で見ていくとこのですね、日というのは雪が降りづらくなってきているということで、うん、イメージは降るんですけれども実態は降りづらいと。はいはい、こういうふうにですね、これは暖冬の影響なんですかね。まあ、もちろんあると思いますね。ですね。はい、ただその暖冬の影響はありながらもですね、ただいまだにやっぱりその、まあ、センター試験は雪が降ると、はい、まあ、あのイメージはやっぱりこうありますので、まあ、その点に関してですね、この投資を行う際にも少しこう有効な考えになっていくんじゃないかなと思うんですね。はい、で次なんですけれどもこちらの通りですね、このいつもという言葉がありますけれども、いつもいつもと、いつも降ると毎年降ると、でこれはそのいつもとその口にする人とですね、その発言を起きやすいとですね、受け取る人の間の中で、はい、小頻度の大規模な負の出来事がお互い頭の中にあるので、いつもと言われたらああそうだねと思ってしまうわけです。で、まあ、負の出来事の反対はその性ということになりますので、その性については幸せ、嬉しい、楽しい等々ですね、いいことがあったと、ただそのいいことではないことが過去に起きて、そのことがお互いのこのいつもという認識を、まあ、深めていて、そのいつもというのが今でもこう残っているということなんですね。で具体例を言うとですね、その次なんですけれども、これはですね、今度はですね、最大降雪量を示しているんですね。
まさに大雪のことをこれ示しているんですけれども、仙台とですね、東京と名古屋においては、ここ最近ですね、この頻度は減っているんですけれども、降るときは多く降るっていうふうな傾向があるんですね。で、こうなってきますと、まあ、あの大都市なわけですので、せっかくそのですね、勉強したその受験生たちが、あの交通の問題によってですね、その受験会場に行けないんじゃないかと、まあ、こういう不安がですね、広まってくると。まさにこれは負の事象なわけです、こういったことが部分的にですね、短期間に小頻度で起きた場合に、これはあのやっぱりそうセンター試験の時は雪が降るよねというふうなイメージを作ってしまっているんだと思うんですね。印象が強いんでしょうね。そうですね、そうですね、マイナスのことほどですね、印象が強まってしまうという傾向がありますので、ですので、過去の部分的な大雪がですね、今のその共通テストですね、そのセンター試験の時は雪が降るというイメージを作ってしまったと。でこのことというのは実はですね、あのコモディティのその世界にもありまして、こちらなんですよね。あのよくその有事の金塊という言葉がありますけれども、これもですね、あの小規模、小頻度ですね、小頻度で大規模な負のですね、ことがあったと。つまり戦争はですね、まあ絶えず起きているわけではなくてですね、まあ、小頻度なわけですけれども、こういったその戦争というその小頻度で大規模な負のことが起きたときに、イメージが生まれて、有事の金塊と。なので、共通テストはいつも雪が降るというふうに、まあ、意味は同じなんですよね。なんですけれども、実態はですね、まあ雪についてはその豪雪地帯をですね、除けばですね、テスト当日の降雪は減ってきていると。なおかつですね、その豪雪の地域においてもですね、その最大降雪量は減ってきているということで、全般的に降りづらくなってきているというふうに実態が合わなくなってきているということをここで言っていて、加えてですね、有事の金塊についても有事だけで値動きを説明できなくなってきていると、加えて有事があってもですね、価格が下がるとか、有事がなくても価格が上がるとかっていうことは起きているんですよね。ああ、そういうことですね。ですので、有事がなくても、なので、まあ、以前のそのイメージを今に当てはめてしまうと、まあ、その相場の方向性を、まあ、見誤ってしまうということがですね、あるわけです。ですので、まあ、この点はですね、今後、まあ、その投資を始めていく方がですね、もし、おられればですね、あの過去の常識に、まあ、引きずられないようにして、今をきちんと見て分析をしていきましょうということもですね、まあ、いい例であると思いますね。その、大規模な、その負の出来事、それにあまりとら、にばかりとらわれてしまうと、あの方向を見失う、ということなんですね。そうです、そうです。はい。でそのまあ、分かりやすいんですよね、あの戦争が起きて金価格が上がったと、そのグラフの通りにですね、そのまあ左側なんですけれども、まあ、70年代後半ですね、有事がこう、まあ、同時多発して金価格が急騰しました。ただその急騰といってもですね、あの向こう数十年間上がり続けたわけではなくて、あの数年間上げて数年間下げたということで瞬間的な上げだったんですよね。でこの時はそのマーケットの環境が本当にこうシンプルだったので、有事が起きれば価格が上がる、だから有事の金塊だったわけですよ。であの時の、あの印象が今でも残っているわけなんですが、今のですね、最近のその価格の推移を見ていただきますと、あの有事があってもなくともですね、価格は上がっちゃ、しまうんですよね。上がっちゃうんですね。そういうことですよね。なので、2022年ですね、その、まあ、ウクライナ危機が起きましたけれども、あの時のドル建ての金価格というのは、あの変動率でいうとですね、これマイナスなんですよね。おー、そうですか。ですので、あの戦争があるから価格が上がるというふうにしか思っていないと、やっぱりその金相場の方向性を、まあ、間違ったふうに見ちゃうことがあるわけですね。ですので、いくつかの視点を同時進行させて分析をしていくことが非常に重要になってきていると思うんですね。材料は複合化してきているんですか。そうなんですか。なので以前の点で見たそのイメージですね、その強いイメージだけにとらわれてはいけないということをここに入っています。そのウクライナの際の、動きなんですけども、そうですね、まさにこれなんですね、まあ、左側見ていただきますと、ドルベースの金ですね、これは2021年の12月末とですね、22年の末と比べているんですけれども、マイナス 0.3% なんですね。あの戦争が起きた2022年、これマイナスなんですよね。
でこの時はですね、その右側を見ていただきますとですね、背景というふうに書きましたけれども、上昇圧力と下落圧力がこれ両方同時に存在したんですね。確かに有事ムードというのはその上昇圧力をかけたと思いますけれども、一方でですね、代替通貨ということで FRB がどんどんと利上げを行っていった結果ですね、そのドルがどんどん上がっていったわけですね、はい、ですのでドル高ドル建て金安という図式があったわけです、うんうん、ということでですね、上昇材料とその下落材料が交錯してですね、その結果、横ばい、ほぼ、横ばい、若干下落ということになったと考えていますので、そういう意味でもですね、やはりその一つの材料だけに注目をするのではなくて、いくつかの材料を同時進行で見ていくことが非常にこう、大事になってきていると思いますね。わかりました、はい、その複合化された、うん、はい、7つのテーマがあるということですかね。そうですね、はい、で短中期的にはですね、3つです。7つもなくてですね3つなんですね、はい、短中期はもう3つでいいと思います、有事と代替資産ですね、株の代わりですね、株の代わり、はい、で代替通貨ですね、ドルの代わりということで、有事と株の代わりドルの代わり、この3つをですね、同時進行で見ていくと短中期の方向性というのは見えやすくなると思います。さらにもう少し先までこう、視線を向けて、そうですね、残りのテーマをちょっと、はい、中長期であればですね、その中国インド等の飽食需要の増減ですね、加えて中央銀行の金保有高の増減ですね、このあたりをですね見ていくと数年間ですね、といったふうなその中長期の金相場の方向性というのが見えてくると思います。なかなか難しいですね、これね。そうですね、3つですね、まずは短中期は3つですね、3つを見ていくと、分かりやすくなっていくと思います。有事、代替資産、そして代替通貨、そうですね、その3つの視点からということですね、はい、分かりました、はい、今回は楽天証券経済研究所吉田悟さんにお話を伺いました。どうもお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。